でもお疲れ様です川島さんねやっぱやってるでしょうね、まあ、やってないことが考えられないだってねまあ単純に言って稼げることを自分の得意分野で自分のファンの方とやってるわけですからこれは止まんないでしょそれをやめるとなるとやめる力の方がすごくね大きくないといけないんじゃないですか儲からないいことを続けるのは苦しいですよねだから儲からないうちにやめてしまって儲かるまでやるってことができないんですけども儲かっちゃってるフェーズにいると それがねうまく回転しますしねスタッフさんも使えるようになると思いますしだから稼げるとねいいことづくめなんですよさあそれでね今回はお金のある場所についてのお話なんですけども当然ですけども川島塾に参加されてる方もその費用が払える人 払っても生活が壊れない人ということなんでそれぞれ自分のビジネスなり収入体系を持たれている方だと思います、まあ、ですんで川島塾に参加してるっていうだけでねそれがねブランドになるっていう考え方もありますよね川島塾に参加してる参加したことがありますよっていうだけでもやっぱ川島塾に参加してない人とは違った考え方そして言葉が出てくると思いますしねでね私 FX のオリガルヒッてのやってるんですけどもこれ実はね あの毎月10万円の FX コミュニティっていうのがあるわけですよ。うん、まあここに私入って年3年目くらいか3年目ぐらいになるんですけどもここにもですね結局毎月10万円払っても全く暮らしに遜色ない方がいるんですよ。まあ当たり前ですよねみんな会員費10万円払ってますから。うん、でそこにはまあ20人弱の人がいるんですけどもね。やっぱり FX を中心にそこのコミュニティに10万円を払い続けても全く困らない人が集まってますんでそれなりの思考とかそれなりの言葉言動のやり取りになるわけですよねまあ金持ってんだなぁと思いますよねまあ向こうから見たらねお前が金持ってんだろっていうふうになるかもしれませんけどねそれから私の大和くん子供が行ってるキンダーガーデンこの前遠足があったんですよね土曜日にで行ってきたんですけどもまあね キンダーガーデン、この、キンダーガーデンね、幼稚園ね、だから年間で200万ぐらいかかるわけですよ。毎月10万ぐらいが12ヶ月でしょ。それから、いろいろと突発中支出があったりとかね。それから、家庭で子供に対してかけるお金もあると思いますで、やっぱり200万とかね、うん、300万になる場合もあるかもしれないですよね。まあ、そこに私も3年通わしてるんで、もうすでに5、600万以上は払ってるかなと思いますけども。 だからって別にいい気になることはないんですよ。だってね、遠足に行って、まあ、お父さんもお母さんもいるわけですけども、みんなそうなんですよね。だからそこでは当たり前なんですよ。で、行った公園の先ってのは普通の市民公園ですよ。入場料無料の、駐車場無料の、単なる開放されてる市が運営する公園ですよ。で、そこでは誰でも来れるわけですよね。でもその何気ない公園の中に、金持ち集団の遠足があるわけですよ。 当然ですけどもそんなね高い幼稚園に通わせるお父さんお母さんもまあ身なりも整ってるしカバンも高そうだし車もそこそこのばっかりですようんだからその他のところにもお金が結構かかってる人ばっかりでねカツカツの人なんていませんよねで割とねお父さんもお母さんもね揃って参加してるんですよだから何て言うのかなあの お父さん忙しくてお母さんしか参加できませんとかねもうなんかお金がカツカツで遠足に来たんだけどもお弁当が質素ですとか別になくってみんな余裕なんですよねだからああやっぱお金がある人ってこうやっているんだなとかね、うん、このロスジェネを中心としたね氷河期世代でデフレの世界 本当に切り詰めながらやってるって話も同時に私はね速化塾を通じて多くの方から聞きますでそういった方がなんとか一発逆転をってことでビジネスに挑戦してで立派にねあの身を立ててる方もいる中でなんか勤め人としても最初から所得が高い人とかね自分の事業はうまくいってそれなりに稼いでる人っていうのがやっぱり、ね、いるんですよねだから私もねこの金田カーデンに来なければ分かんなかったです 金来てみてみなんだ金持ち多いいじゃんんみたいに見えるんですよ、うん、だから見ている場所によって自分の考えっていうのがねやっぱり多くできていくなっていうのもありますんで、うん、なんかね別にネットビジネスじゃなくても金持ちっているなみたいな感じですかね、うん、まあ他の方がね何をやってるのかあそう詳細には分かりませんけどもまあでも何気なく暮らしているような感じでいて。 ああみんんなな金持ってんだな <laughs> 思いますねその幼稚園に通わしているその現状を見ただけでもねそれが垣いま見えてしまうんですよもちろんお金持ちでありながらあの普通の幼稚園とか保育園とかね行かしてる人もいると思いますんで、まあ、潜在的にはもっと金持ち多いんでしょうね、まあ、とにかく金があるる人はいるといととうことですよ、うん、だからあとはどんな道を歩けばそうなるのかっていうその道を公開してる人がいるかどうかですよね まあ私とか吉野さんは公開してる方なんでまあどうやったらお金が手に入るかってことをねこれからも聞いて頂いければと思いますもう見てきたまんまんお話できますんでねいってらっしゃい。